人ありがとう整体の平野です。先ほどね見えた方、社会人1年目のね、女の方だったんですけども、まあ、とにかく、気力がもう湧かない、やる気が出ないということでですね、まあ、肩を触らせてもらったら、こうバーンと張った肩なんですね。昔で言うとこの柔らかさの中に、まあ、凝りがねこうあって、この凝りをねほぐしましょうという感じだったのがですね、今、まあ、その子だけに限らずですね、本当にこの筋肉がバーンと張ってしまった感じなので、肩こりがあるかどうかもわからないというね、状態です。ただ、本人のね、感じ方としてはですね、夜寝られない、そして、とにかく記憶が、湧いてこないということで、施術をね、させていただいて、まあ、最後にね、この肩をね、触った時に柔らかさが全然違います。そして胸がですね、とにかく肩が後ろにぐーっとこう広げれて、そして酸素がいっぱい入るように、それはすごくわかりますっていう形でね、また来たいですというふうに言ってくださいましたけども、まあ、とにかくですね、まあ、やる気が湧かない、まあ、鬱っぽい感じというのは、まあ、完全にね、脳の酸欠状態にあると私は考えます。腕をね、どん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 こう使って頭を下げて、首にね、すごい緊張を入れて、脳が酸欠状態にある。ね、これはね、いくらこのいろんな体操をしてもですね、軸をちゃんと戻さないとですね、その子も言ってたけど、姿勢をね、戻すためにいろいろやってはいたんですけども、やっぱ全然違いますと。ということをね、言ってくださいました。本当にこのチャクラ療法ね、自分で言うのも何なんですけども、ちょっとかなりいいぞっていう感じもするしですね、この軸で使える使えないというのはですね、こう受けてみないとね、わからない感覚です。もういろんなところにこう行ってきて、整体もね、こう、いろんなところに行ったけどという方はね、来られますけどもね、その軸はやっぱりこうできていないんですね。ということで、まあ、付き添いのお母さんもですね、私も来たいって言って、娘さんのこの全然この胸の開き方が全然変わったので、まあ、予約をね、されて行かれましたけどもね、それぐらい、今の、ね、その子が特別ではなくてですね、スマホ、パソコンの、現代社会においてですね、みんなこの肩が、ガンッとチーンとこう入り込んでしまって、首がガチガチになって、酸欠状態、そこにまたマスクでね、こう酸欠というのも促されているのかもしれないんですけども、とにかく酸素が体にはね、すごく必要で、食べ物の栄養も大事かもしれないんだけども、食べ物はですね、1週間食べなくても、まあ、多分死なないと思うんですが、呼吸はですね、5分止められたらですね、死んでしまうのではないかなというぐらい、体は酸素を欲しています。ぜひね、脳に酸素をね送り返せるような施術をねしていますので、よろしくお願いいたします。